令和元年9月27日、阿蘇市にある県立阿蘇中央高校で、赤牛の贈呈式が行われ、赤牛の子牛2頭が阿蘇草原再生協議会から贈られました。贈呈式は阿蘇中央高校春巻校舎で、農業食品科の3年生らが参列して行われました。まず、阿蘇草原再生協議会の高橋義隆会長が、阿蘇中央高校の富下俊海校長に赤牛の子牛2頭の目録を手渡しました。そして高橋会長が、阿蘇の草原は赤牛あってこそのもので、皆さんで優しく穏やかに育ててもらい、たくさん子供を産む牛にしてほしいと挨拶しました。これに対して、生徒を代表して3年生の杉谷武君が、この2頭とともに赤牛の普及や阿蘇地域の活性化などについて学びを深め、私たちも成長していきたいと抱負を語りました。阿蘇草原再生協議会では、草原再生活動の助成支援として、また草原の担い手を育成する事業の一環として、繁殖用に赤牛の子牛2頭を寄贈したもので、6年前に次いで2回目となり、前回贈呈された赤牛は、これまでに子牛を出産していて、今月初めにも子牛を出産しています。今回贈呈された子牛2頭は、阿蘇市黒川と南阿蘇村で生まれ、今月の中旬、家畜市場で購入したもので、阿蘇中央高校では来年の春に種付けを予定しているということです。